清水エスパルス対鹿児島ユナイテッド FC、 オレンジの名門と鹿児島の希望、 J リーグ32年目の今年初めて公式戦で戦うということになりました。手前に北川、中央ブラガ、住吉などもいます。巻いてきたボールです。おっと、これはいきなりゴールに吸い込まれました。なんとなんと中村亮太郎、立ち上がりいきなりの先制点は清水エスパルス、セットプレーで取りました。中村はエスパルス加入後初ゴールです。いきなり清水のフリーキックです。鹿児島スピーディーなコースでしたし、スピードも速かったので非常に難しかった。中村すらした、エースがまた決めました。2000連発、得点ランクトップに並ぶ今シーズン8点目、清水に追加点です。いやー、また矢島選手の左のハイサイド、山原です。横パス、カルリーニョス、そして中村、カルリーニョスは打ってきました。いや、このファーストタッチでうまく逆取ってね、まあ、本当にこう助走がそんなない中でこれだけ強烈なシュートをペナルの外から打てると、はい、ボール住吉、いやー、ボールに吸い込まれました。住吉です。清水3点目、住吉は今シーズン2点目ということになります。いやいやいや、住吉選手の本当能力がうかがえるここからですからね。まあ、山原選手の、ね、キックも素晴らしかった。プレッシャーを剥がしました。面白い。そして松崎、いいところで受けました。北爪が出ていました。スピードがあります。北爪、松崎へ、松崎は前を向いた。そして西原だ、西原に渡って右足のシュート、ヘディングでつなぐ短期へ、西原、また西原。いや、素晴らしいミートというか、レベルの高いシュートでしたね。西原のゴールはこれまでの2得点どちらも何かインパクトに残るような、はい、ブロックに入りました松崎。そしてここでホイッスル。清水は今節も勝ち点3を積むことに成功しました。